はい、皆様こんにちは、リヒトドゥンケルハイトでございます。スプラトゥーンの実況プレイ続きをやっていきたいと思います。あの画面にオーデンチナマズ戻ってますね。はい、ラスボス撃破したからオーデンチナマズもちゃんと、タワーに絡みついております。絡みついてるっていうのはどうかと思うんですけどね。はい、今回はフェスでございます。はいはい、今回のお題はドラゴンクエストとのコラボでガンガン行こうぜ VS 命大事に。アップデート情報、あ、3月9日にアップデートがされましたね。いろいろ更新データが来たりってなんだ、いろいろ更新されたり、あとまあ今後武器が新しく出るらしいですね。はい、まず投票しないといけないですよね。投票してない。はい、私は、はい、お待たせいたしました。ガンガン行こうぜ命大事に。私は命大事に派でございます。参加する。はい、お着替えタイム。はい、何も映ってない。あー、映った。あ、いいですね、こうバッチリお題が乗ってる感じ、いいですね。それでは頑張っていきましょう。はい、まずはディーバスパークでございます。更新されたことによって今回からフェスパワーというのが、はい、導入されまして、平均の、味方の平均のフェスパワーがだいたい表示される余裕になっております。で、私の初期値フェスパワーが1200でございました。これは、腕前とか中で変わるらしいです。よいしょ、まあ私の腕前は C- なんで、よいしょ、あー返したフェスパワーではないというのが、初期値が、お、あー、インクが足りない、ショックである。もう一丁でいけんだけどな。あともう一回が足りない。ちょっと塗りたい。塗って、トルネードをぶっ放したい。塗りたいなー。お、奥まで行った。よっしゃ、放つぜトルネード。お、あ、その場、そのあれをくれくれ、あ、くれないくれない。うおお、下に向けられていた。直接行ってあれをなんだっけ、クイックボムを放つ予定だったのに、 上に向かってクイックボムした方がよかったかな。相手もトルネード持ってますね。まあ、命大事にを選んだ理由は単純に私がガンガン行こうぜの作戦を使ったことがないというね。はい、まあそもそも私ナンバリングタイトルにで、ナンバリングタイトルの時に特にあのオート戦闘をさせたことがないんですけれども、まあどちらかとっていうか、なんていうか、まあ、一応命大事にはあのモンスターパレードっていうゲームで使ったことがあるんで、ガンガン行こうではその時はやっぱり使わないな。やっぱり命大事にかバッチリ頑張れだよな。せめて、うおい、よいしょ、危なかった。今もうちょい前にいたら当たってた。あそこにダイナモがいるのか。待って、届くか、お、届いた。いないかな、ちょっと待ってくださいね、そろそろ。うお、 OK、 待ってくださいね、ちょっと ここは離れて最後のラストトルネードの準備をしたい。 OK、 ラストトルネードの準備 OK です。あとは撃たれないように6、5、4、3、2、いきます。ラストレード、ファイナルクリスタルダストだったっけ名前。はい、右側のトルネードの跡が私のやつです。 OK です、初戦勝ちました。まだあのメインアカウントの方では何もやってないので、はい、これが本当に初勝利でございます。ギアがあれです、ヒーローモードに
終わった時にもらったタコドレスのギアを2つつけております。はい、お、ランク上がった。武器屋さん行きましょうか。はい、フェスパワー、あ、え、あ、こんなキラキラマークつくな。でもやめる、ごめん。はい、はい、天候にガロンデコ、ガロンデコか、使わないな。パブロヒュー、パブロヒューもあんま使わないな。私は普通のパブロの方が好きだ。ノバブラ、ノバブラね、ノバブラね。トラップ使わないんだよな。ハイドラント使わないな。使わないもんばっかだな。もうちょいなんかいいの。あー、終わりか。そこでこれか、設計図か。でも設計図のやつは何にも使えないだろうな。ビジネスの勘だ。ハイランクとお金がね。あ、スクイックリンベータか。スクイックリンも使わないよな。だからトラップ使わないんだよ。あと一個ね。ダイナモが使えるんだけどね。もう、ランクさえ足りればの話ですけど。お金が8700か。ガロンデコな。スクイックリンもな、使わないんだよな。ノバブラ？ノバブラな。レオの方が、まあ、あれが好きなんだけど。じゃあ、ノバブラ行ってみますか。じゃあ、これで一戦やってみましょう。はい、2回目はマヒマヒリゾート&スパになりました。ノバブラはですね、射程がかなり短いです。でも連射が速くて、まあ強力なブラスターですね。はい、このようにかなり短いです。バカラシューター、いや、バカラシューターより短いかな。何と同じぐらいだったか忘れましたけど、もしかしたらパブロぐらいかもしれません。で、あれなんだよ、トラップなんだよな。トラップ使わないんだよな。トラップな、ほんとトラップ使わないんだよな。困ったな。よし、よし、何がよしなんかよくわからんけど、待って、壊せた。よし、どうしよっかな。すごい地味なんだよな。無意味で作る。でもトラップは勝手に爆発するんで、後から届かないですね。出た、帰るわ。帰る。おー、ぬるくさ、自分の、自分のトラップだよ。よし、オッケー、こっちだぜ。トラップ、オッケー、トラップかかってくれた。ナイストラップ。自分で言うな、自分で言うな。あ、当たるかも。当たらない、くそ。一発で仕留めないとな、ああいうのは。よし、びっくりした。よかった、連射が速くて。連射が速くないブラストだったらやられてた。相打ちにすら持ってこれなかった。よかった、とりあえずいきます。あんま塗りも稼げないんだよね、射程がないから。射程もないからこう、あー、この辺塗りますわ。私が塗ってどうすって感じだけど、私がこれをやるのか。スプリンクラーとかあればな、せめてな。だからノバネオの方が好きなんだよ。ノバネオはあれなんだよな。なんだっけ、スプラッシュボムなんで、これ私、登るの大変なんだけど。よいしょ、よし。お、あそこで。でもなぁ、あんなところから、あれも難しいよな。ここから塗りますわ。ここから塗りの飛びの、ほっ、よいしょ、はっ、そんなのありか。ほら、やられてんじゃないよ、味方。おっと、ここはいける。よし、射程は短くてもなんとかなりました。あそこに味方がいいのか。ということはだ、待て、ああ、トラップ配置しとく。ひどい話だけどな、トラップ配置とか。敵はあっちに一人いるから大丈夫そうだ。あ、ちょっと当たったら動けるわ。強いな、あの、なんだっけ、あれの人。まずい、ここ、うわー、やられた。ここってのが当たってないっていうね。あー、負けてる。いやー、だから、あ、惜しいな。負けずにあの人やられてれば勝てたかも。
まあそんな感じ、こんな感じの武器です。はい、あんまり稼げないんだよねやっぱり。あ、でも結構頑張った、頑張りましたよ。また武器変えましょうか。ヘスポイント。あー、ヘスパワーが上がったのはここでは確認できないのか。さっき買って10しか上がらなかったんだけど。はい、タチウオパーキング、おーすごいですね、ちゃんと一つずつ来てくれた。はい、今回の武器はジェットスイーパーです一緒、ジェットスライパーで言いかけた。なんか同じような、あ、ヘスパワーは同じような、ヘスパワーが同じぐらいの敵味方が集まるという仕様になって、あー、もうちょい待っていてほしかったな、もうちょい待っていてほしかったな。か、届く届く届く、届かない、地味に届かない。とりあえず、あ、ここ、こうしといて、お、まあ完璧だよね。誰かいるっぽいんだけど、ん？あ、いるわ。うおー、あ、7師団ですけど、あの人、ありがとうございます、ナイス、ありがとうございます、びっくりした。とりあえずできるだけ前に、あ、インクがなかった、お、お、おー、あー、位置が違うんだよな、惜しかった。あ、そういえばタチューパーキングは形が変わりましたけど、皆様お気づきですかね。ガチエリアと同じ仕様になっております。インクがない、よいしょ、そう、設置できない、はーい、うえーい、おいえー、おー、危ねー、結構危なかったよ。はい、よいしょ、そしてここからいじめる、あ、ナイスナイスシールド、私のシールドナイスすぎる、絶対やったー、ブストーン、なぜシールドを出した、シールド出してる場合か、でもなんか敵を閉じ込められたのがちょっとウケるんだけど、ただどうしよう、あそこに敵がいるのがちょっと怖いな。でもまあジェットスイッパーでガンガン塗っていればある程度は、よいしょ、うん、ですね。そして敵のあれが来ないように祈りつつ、わーいわーい、完全に狙われとるやないかい、そんなとこ狙わんといてんの、あ、ここか、追加されたのは、私あんまりガチエリアやらないからな。届きそう、届きそうで届かない、届いた、ちょっと待ってくださいね、うーん、怖いな、この辺でシールドを張りながら、あそこにビーコンがあるんで、ビーコンを、敵のビーコンを吹っ飛ばします。怖ーい、敵っぽいなー、でもなー、私1回ぐらいです、よいしょ、なんだろ、シールドで敵を倒したいんだけど、なかなかうまくいかない、いかないですね、噛みすぎ、あ、まずいな、敵のトルネードが発射されてるけど、これは大丈夫かな、結構敵にも侵入されてるんですけど、あ、よかった、味方じゃない、敵右上塗ってねえし、はい、勝ちました、いいですね。いやー、ジェットスイーパーなかなか使えないんですけれども、ここではいいですね、ちょっとここが来てくれたら嬉しいなと思ってジェットスイーパーにしたんですけど、当たりましたよ、やったー、あ、パワーアップ、うん、まあいいか、変えましょうか。はい、ラストもタチウオパーキングでございます。うーん、タチウオだとちょっときつそうな武器が来てしまったけど、スプラローラーです。結構ローラー多いな。はい、チャージャー神って名前の人がいるけど、チャージャー持ってなかったな、今な。チャージャー持ってなかったっぽいぞ。ほい、ほい、ほい、落ちるまでに3回やれる。ほい、ほい、あ、ここは短い。なんか長そうな射程の武器の人がいますね。登ってきそうだな、ちょっと待ってくださいね、ほっ、あれでどこですか、いないか、まあさすがにいないわな、そこでいたらウケるよね、ここがついてるんですよね、
なんでどこ打っといたらいいのかよくわかんないけど適当にこの辺打っとこう。あれ誰か来てる、あ倒したんだけど誰か、奇跡的に。なんでなんでかよくわからないけど倒した。まああの辺ちょっと、あ届くわ、ちょっと届くかどうか微妙だと思ったけど、ちょっと射程長い人がいるんで、なんか泳ぐ、おっ、ちょっと、あっぶんな、あそこにダイナもいる、よいしょ、いやーびっくりした、後ろにトルネード来てたし危なかった、なかなか、誰か誰か落ちて死んだぞ味方、いきなり敵が後ろから出てきたんだけど、どういうこと、何が起こった、わけわかんない、あそこになんだろう、チェイスボム放ってる人が、ちょっとお姉さん、ライジンステップしてるとこ悪いけど、帰るの、意味わかんないさっきから、なんか動きがわけわかんない人多いんだけど大丈夫、うわっうわっうわっ、ちょっと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 、タイミング悪くメガホン溜まっててメガホン出してしまうっていうね、意味わかんないよもうさっきから自分の行動が、おお。はい聞いた、デュアルスイーパーか、いやー、あ味方が結構ビーコン置いてくれてる、ありがてー、使います、さあ、あーそこ出っ張りいらない、あれはダイナモか、こいしょ届くぜ、ほっよかった、うわダイナモ落ちてきた、なかなかの恐怖でしたね今ねは、ビーコン使いましょう、ヘイ、敵が進んできている、そこを、あーくそダメか、今のやってしまわないとダメだよな、ちゃんと潜伏すればよかった、命大事なのにガンガン行きすぎましたねって、もう意味わかんねえし、はい全然ダメでーす、すいませんマジすいません、いやーもうこれはメイン赤で頑張るけど、ローラーばっかなんですけど、ローラーばっかなんですけど、でもビーコンがあったからロラコラの人もいるよね、あ私以外はロラコラか、はいチャージャー神なのにダイナムかよ、名前変えろよ、おおっつっても意味ないけどな、もう終わりでーす、はいまたまたこれついた、はいというわけで大事にパワーはプラマイゼロということで、10ポイント上がっては10ポイント下がって、10ポイント上がっては10ポイント下がってというね、はい非常に申し訳ない感じになりました、フェスパワーが高いと前みたいに調子ランキング公式サイトにも載ってましたけど、フェスパワーもこういう風に多分はいランキング化されると思います、ガンガン行こうぜ、命大事にドラゴンクエストコラボフェスでございました、ご視聴ありがとうございました。